視聴者の皆様、こんにちは。高配当レース狙い専門、九星術式競馬予想チャンネル、モグハンターです。今回は8月13日日曜日、小倉11レースの小倉記念2023の予想をしていきます。よろしくお願いします。前回予想した新潟のレパードステークスは軸馬1のクレメダンジュが8着、軸馬2のクールミラボーは10着で残念な結果に終わりました。牝馬は3頭しかいないので、その中から正しく軸馬を選択すれば的中に近くなると解説しましたが、データ的に有利な人気サイドの3勝馬ライオットガールが番手先行から抜け出して、最後4番手追走のオメガギネスを首差かわしてのゴールでした。それほど遅くはないペースでしたが逃げた8番人気の馬も3着に残ったので、これも新潟ダートは先行馬が圧倒的に有利というデータ通りの結果でしたね。軸馬1のクレメダンジュはスタートもよく直線に入るまでは好位置をキープしていましたが、そこから全く伸びませんでした。まあ高配当狙い専門の当サイトとしては3頭の牝馬のうち、わざわざ9番人気の方を軸馬に選んでいるので仕方がありません。デビューから前線で出遅れてきたクールミラボーの方は今回は出遅れませんでしたね。面白かったのは馬が14番枠で、最後入れの15番がゲートに入ってくるのを顔を右に向けて見ていましたね。これなら僕も出遅れないよということなのでしょうか。画面で見ていてとても面白かったです。ただ鞍上の松山騎手はこの馬場では後ろからではとても届かないと思ったのでしょうが。中段につけてレースを進めていましたがその分末足はなくなるわけで、レース自体がパンパンの両馬場なのに先行馬天国という特徴のあるコースなので、追い込み馬は用なしというレース結果でした。今回は大好きな小倉が始まるので、毎年のように予想している小倉記念の予想と決めていたわけですが、昨年の覇者で1番人気のマリア・エレーナが高枠2枠の偶数枠4番に入れてあるのを見て、JRA は今年も低配当にするつもりなのかと本当にがっかりしました。昨年は1番枠偶数枠だったマリア・エレーナは、小倉2000メートルは2002勝で、一番適性が合うコースなのか小倉では異様な強さを発揮する馬なので、新潟の関屋記念の方にしようかなと一瞬迷うほどがっかりしましたが、今年は牝馬なのにハンデ 56.5 キロと昨年よりも 2.5 キロも重いのと、暦が六白金星で高配当の出やすい日なので、そこに期待するしかないかと思い直しました。昨年の小倉記念も1枠が1着、2枠が3着でしたが、開幕1日目の土曜日の競馬を見ても芝は絶好の状態で、今年も1枠有利の馬場適性は否めないでしょう。それに加えて人気サイドの有力馬がほとんど1枠と、中枠に固まって入っていて、人気薄の馬はほとんど外枠に入っているので、これでは人気薄がれん下に来やすいというデータがあっても狙いづらくなる枠順になっています。日曜日の小倉の天気は真夏日で、最高気温は31度と新潟よりはマシなので、六白金星の日に来やすいボバでも狙いやすい日だと思いますが、やはり軸馬としては牝馬を最重要視すべきでしょう。ただ前回のアイビスサマーダッシュで1番人気の牝馬ファイアダンサーが何もできずに最下位と惨敗したのは、どうやら熱中症だったらしく、暑さに強い牝馬といっても今年の暑さは別格なのかもしれず絶対視はできないかもしれません。人気の内枠勢が行った行ったでそのままの結果にならないためには土曜日の9レース筑紫特別のように、早々とまくっていく馬が出てきて展開を壊してくれると良いのですがこればかりはわかりません。小倉記念では逃げ馬帝王シリウスが放し逃げをする逃げ馬で、それほど遅くはならないと思うので連した候補として追い込み馬でも簡単には切り捨てられないところが小倉記念の難しいところです。
おまけに土曜日のメインレース、アソステークスではダートのレースなのに100万馬券になってしまい、小倉記念が昨年のように安くなってしまうという危険なサインが出てきたところも心配です。この日の暦は九星が六白金星で六曜が友引きです。六白金星は男星で老齢の星です。男星なのでこの日は牡馬が活躍しやすい日で、若い馬よりも年齢の高い馬や騎手が活躍する日でもあります。また下克上という上位から格下の馬が人気上位の馬を倒す可能性の高い日です。色は白なので、白枠の仲間である1枠と8枠も出やすく連した候補には忘れないようにしたいところです。また六白金星の日は4枠も出やすい日なので抑えておいた方が良いでしょう。友引きは連続性という勝位から、ゾロ目や続き目、筋の目が出やすく、また同級者や兄弟騎手が馬券内に来るというような親子丼の馬券も出やすい日です。片方の軸馬は牝馬から選ぶと決めましたが、先ほども触れたように、2頭は重賞で好走してきた実力馬で、格上挑戦の4枠の2頭は上位人気になっているように、共に小倉実績が抜群の馬でマリア・エレーナと5キロ6キロもハンデ差があるのなら馬券内に来ても何の不思議もありません。この中から1頭を軸馬として選ぶのは、確率的には的中率は4分の1なわけで、レパードステークスの時の3分の1よりも悪い確率です。ですがこういう時こそ九星術式予想の出番でして、読み取れるサインから軸馬を絞っていきたいと思います。以上の考察から、どの牝馬にするか、迷いに迷った上で軸馬1は10番のククナに決めました。友引きの日は、ククというような続き文字が名前に入った馬が活躍しやすい日で、鞍上の岩田騎手の名前も六白金星の勝位である、岩が入っていてサインになっていると言えます。父馬のキングカメカメハも友引き的な名前と言えます。岩田騎手は天乗りですが、先週も天乗りのライオットガールで優勝しているくらいなので大丈夫でしょう。軸馬2には11番のワンダフルタウンを選びました。重賞2勝馬ですが青馬賞優勝後ずっと不振でした。ですが前走の鳴尾記念で復調の兆しが見えてきました。サイン馬、ククナの隣の枠なのも良いでしょう。実はこの馬を選んだ決め手は阪神タイガースの躍進ぶりからでして、九州も西日本圏内なので阪神タイガースの影響は十分あり得ると判断しました。土曜日に9連勝で優勝へ大きく躍進している阪神タイガースですが、ロード用なのかもしれませんが、あの緑の帽子のユニフォームカラーが緑の白く木製の今年にとてもマッチしていて、チームの運気を上げている気がして、とても印象に残っていたので、どうしても緑の6枠を狙いたくなってしまったというのが理由です。六白金星の日で鞍上がベテラン騎手なのが良いのと乗り換わりがないのも良いでしょう。あとはこの2番目に重い58キロを克服できるかでしょう。この馬は過去、ハンデ58キロで臨んだ3戦は全て2桁着順で惨敗しています。次にこのレースの買い目です。この2頭の軸馬から連下に流す馬は以下の通りです。1番、2番、3番、4番、6番、7番、8番、13番、15番、プラスもう1頭の軸馬、以上の10点です。この2頭の軸馬からそれぞれ3連複、軸1頭流し、10点買いで4500円 ×2、計9000円の買い目を推奨いたします。なお現在、このチャンネルは日曜日の朝から、遅くても午後1時くらいまでにはアップし終えるように努力していますのでご容赦ください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。
なお高配当のレースが見当たらないような週は事前に告知することなくお休みすることもありますのでご了承ください。ペコリ。